スキクダはアルジェリア北東部のスキクダ県の県と、ストラワンに面する港湾都市で、かつてはシヌスヌミディクスと呼ばれていた。2008年、の人口は約18.3万人だった。新ムは洋様式の市役所と駅はルコルビュジエが設計した。公式の市の旗は青と白で地中海を表す。アルジェ、オランに次いで国内三位の貿易港を持つ。 スキクダ博物館の像フェニキア人が都市を築いた。古代ローマがその上に都市を築き、ルシケードと名付けた。カルタゴ語で、火の岬を表す。5世紀、バンダル人がルシケードを破壊した。1838年、コンスタンティーヌの港として、フランスがフィリップビルと名付け都市を築いた。コンスタンティーヌスキクダ鉄道が設置された。 1883年10月10日、地震が起きる。1911年、ベダカーはアルジェリアの最も若い海港と記した。第一次世界大戦勃発直後の1914年8月4日、フィリップビルはドイツの巡洋戦艦警備により砲撃を受けた。この時、近郊のボーヌも軽巡洋艦ブレスラウにより砲撃されている。第二次世界大戦終盤。 連合国救済復興機関のジャンヌダルク、難民キャンプがスキクダに設置された。1945年1月25日、南北アメリカの市民権を持つ200人のユダヤ人が、捕虜交換のために、ベルゲンベルゼン強制収容所からスイスに送還された。彼らは後に、スキクダの難民キャンプに送られた。1955年、アルジェリア戦争の中で、 アルジェリア民族解放戦線がスキクダを攻撃し、123人の市民が殺害された。多くはフランス人とその協力者とみなされた者たちだった。虐殺に激怒したフランスは FLN への攻撃を強めた。フランスによる報復で1200人から1.2万人が殺害された。1970年代、天然ガス、石油生成。 石油化学工業が発展し、パイプラインが建設された。1989年2月15日、悪天候の中で、オランダのタンカーのマース・ルイス号が、翌日のドック入りに備えて郊外に停泊していた。しかし、怒りが外れ船は港に激突した。この災害で、乗員29人のうち27人が死亡した。2004年1月19日、LNG 施設で、 爆発火災が起き、29人が死亡し、9.4億ドルの被害を出した。これは、世界の LNG 取引量の2%に相当する。2014年のマーシュ報告書で、2004年の事故は、炭化水素産業の事故で、歴代3位の規模と発表された。スキクダは、地中海のストラワンに面する。丘と森が多く、市の東西に高い山脈が連なる。 地中海性気候で涼しく湿った冬ととても暖かく乾いた夏が訪れる。スキクダ駅 N3 号線がスキクダから LR ウッチ、コンスタンティーヌ、バトナ、ビスクラ、トゥーグラに伸びている。コンスタンティーヌスキクダ鉄道の終点である。スキクダ空港があるが現在は使われていない。ありがとうございます。